韓国産の使用済み核燃料貯蔵施設がやばいことになっているようです。記事とネットの反応を見てみましょう。韓国水力原子力韓水源がコリ原子力発電所の使用済み核燃料を臨時貯蔵する韓式貯蔵施設の建設計画を議決した。施設はコリ原発敷地内に設置され、使用済み核燃料が貯蔵された金属容器を建物内に保存する方式で推進される。計画によると7年後の2030年に運営が可能になる。今回の議決は難題だった使用済み核燃料処理問題が本軌道に復帰する一歩を踏み出したという点で意義が小さくない。原発には必然的に使用済み核燃料高レベル放射性廃棄物が発生する。この廃棄物を安全に処理できてこそ原発が持続可能になる。専門家らが使用済み核燃料処理問題が解決されない原発をトイレのないアパートに例えるのも無理はない。昨年7月期基準で韓国で発生した使用済み核燃料は18,600トンで、原発内の湿式貯蔵施設などの臨時貯蔵施設に保存されている。ところがコリ原発の場合、貯蔵庫飽和率が 87.6% で、2031年に飽和する見通しだ。それまでに新たな貯蔵施設が整わなければ原発の稼働は中断せざるを得ない。事情は他の原発も同様だ。ハンビ2031年とハヌル2032年、原発も高レベル放射性廃棄物の飽和時期が迫っている。原発がエネルギー安保の核心に浮上している上、現政権の原発拡大政策を考慮すれば放廃物飽和はさらに早まりかねない。今回のコリ原発を機に、ハンビ、ハヌル原発でも臨時貯蔵施設の拡充がより迅速に進められることを期待する。同時に原発外部の使用済み核燃料中間貯蔵施設と永久処分施設の準備計画も充実した内容で推進されなければならない。政府は敷地選定着手後20年以内に中間貯蔵施設を、37年以内に永久処分施設を確保するという大きな青写真を描いている。しかし敷地選定は始まってもいない。原発先導国のフィンランドは地下深くにある岩盤に穴を開け、使用済み核燃料を埋める永久処分施設を2025年に世界で初めて運営し、スウェーデンは2030年代初めに運営する予定だという。ここで注目すべきは、これらの国が1970から80年代から使用済み核燃料処分施設の議論を始め、40から50年を経て結果を出したという事実だ。それだけ国民的共感と社会的合意が困難だという点を悟らせてくれる。現在国会には高レベル放射性廃棄物管理特別法が3つも係留されている。原子力界は特別法の制定により永久処分施設の運営時期を2050年に前倒しできるものと期待している。法的整備さえなされれば韓国の技術水準で十分可能だということだ。使用済み核燃料の処理は未来世代のためにも支障なく必ず成し遂げなければならない時代的課題だ。無駄にする時間はない。正解は陣営論理から脱し、国民が信頼できる法的土台を作ることを促す。それでは日本の反応です。福島の基準値をクリアしている処理水に対して烈火のごとく批判するのですから、今回の件で正しい処理をするお手本を見せてくれることでしょう。韓国だからビニール袋に入れとけば大丈夫とか言い出しそう。そもそも貯蔵施設作るには安全確認や漏洩防止検査などそれなりの時間がかかるのに、今頃拡充とかでは間に合わんだろ。福島の処理水を汚染水と言ってる国だから多分汚物と言って大反対するでしょうね。でも自国に甘いから何の反対も起きなかったりして、ただこれは他人事ではないので日本もきちんと方向性をつけるべきです。6カ所の保管場所はあくまでも一時保管ですから。とはいえ早くても2030年以降の話だとユンは放置しそう。よかったな、7年後なら次の政権、しかも高確率で今の野党側の政権だろ。海に捨てたら何か知らんが
海苔がすくすく育った荷が。なんか、こっそり人里離れたところに、のずみにしそうで怖いんですが。ということで、韓国さんが焦って何かを作ろうと計画し始めているようですが、大丈夫なんでしょうか。多分、韓国さんが焦り出しているのは、韓国さんの原発の使用済み核燃料貯蔵施設の飽和時期が当初予定されていた時期より1年程度早くなっているとの記事がありましたが、それでちょっと焦り出しているのかもしれませんが、ちょっと遅いような気がしちゃいますね。7年後の2030年に臨時貯蔵する乾式貯蔵施設が運用できるようになるとか言っていますが、韓国産の原発は、早いところでは、2030年に飽和状態になるとのことで、計画がギリギリなんですが、大丈夫なんでしょうか。安全が確認されている日本の処理水ですが、これだけ文句を言う韓国産なのに、韓国国民が、素直に、この計画に納得するとは到底思えないですよね。ですが、前々から何度か心配していたことがあるんですが、これを韓国産が適切に処理できず、韓国産に健康被害が出た場合、日本の処理水放流が原因だとか因縁をつけてきそうな気がして、本当に心配になってしまいます。多分ですが、韓国産、こういう自国に都合の悪い内容の記事は、韓国内では大々的には報道されないんですよね。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。